このままじゃダメだ。なんとかしなければ。雷の呼吸って体の寸法とか筋肉の一つ一つ案外きちんと把握でき、それら全てを認識してこて、俺の育てのじいちゃんがよく言って、筋肉の繊維一本一本、血管の一筋一筋まで力を足だけに溜めて溜めて一気に爆発させる。雷鳴逃がさない。うわっ